つぼれきさんとは、選択的デュアルオレキシン受容体気候薬で、不眠症に対する効能、効果を有する睡眠薬。商品名、ベルソムラとして販売され、開発は、メルクカンパニー。開発名、MK-4305 で、3つの第 3I 印象試験を完了し、アメリカ合衆国で2014年8月13日に、 アメリカ食品医薬品局によって販売が承認され、日本では2014年9月26日に承認された。アメリカ合衆国の規制物質法におけるスケジュール法に指定されている。日本では習慣性医薬品に指定される。適用は不眠症であるが二次性不眠症には有効性と安全性は確認されていない。商品名ベルサンラは、 美しい眠りを意味するの造語。ツボレキサンとは、オレキシン受容体における気候作用を介して、不眠症における治療効果を発揮する。覚醒促進神経ペプチドのオレキシン A とオレキシン B が、オレキシン1受容体及びオレキシン2受容体に結合するのを阻害することで、覚醒状態を抑制すると考えられている。オレキシン A とオレキシン B は、覚醒を維持しており、 人では、オレキシン神経細胞を慢性的に損失することが、ナルコレプシーと関連している。ベンゾジアゼピン系や、非ベンゾジアゼピン系のように睡眠を促すのではなく、スボレキ酸とは、覚醒状態を抑制するため、ギャバに影響を及ぼし、習慣性と依存性があり、短期的な使用が推奨されるベンゾジアゼピン系や、非ベンゾジアゼピン系とは異なった、副作用により、 長期的に使用できるとされている。他の不眠症治療薬を併用した際の有効性と安全性は明らかとなっていない。サイプ 3A4 での代謝を阻害するため、投与中はグレープフルーツの喫食、グレープフルーツジュースや酒を飲まないこと。主にサイプ 3A によって代謝されるため、サイプ 3A を強く阻害する以下の薬剤投与中の患者では、 結晶中濃度を顕著に上昇させることから、併用禁忌、サイプ 3A を阻害する以下の薬剤投与中の患者では、結晶中濃度を顕著に上昇させることから、スボレキサンとの減量を考慮。中枢神経抑制剤との併用は、抑制作用の増強に注意が必要な、慎重投与である。P トをタンパク阻害作用を有するため、 地獄心の結晶中の濃度を上昇させる恐れがある。翌日のふらつきや、警民の傾向のため、自動車運転など、機械の操作に従事させないという注意書きがある。アメリカ合衆国の臨床試験では、20mg や 40mg の容量で、日中の過剰な眠気が生じることがあることが判明し、10mg の容量が試験されていった。日本での投与量は、 一日一回 20mg、高齢者には一日一回 15mg で、ベルソムラ錠は 10.1520mg 錠が発売されている。アメリカ合衆国の臨床試験では自殺志向の増加が確認されている。つボれ期算と単回投与した際の乱用の可能性として、ゾルピデムと比較して薬物志向視覚的維持尺度にて似たような数値だと解釈された。 日本の医薬品添付文書にも、指向性が偽薬よりも高く、ゾルピデムと同じ程度であると記載されている。アメリカの麻薬取締局は2014年8月28日に、スボレキサントを、規制物質法における、スケジュール法に指定した。アメリカ食品医薬品局の説明資料では、慢性的に使用した後の急な中止によって、反調整不眠や、離脱作用が生じないとされ、 臨床試験では3ヶ月から12ヶ月の使用の後にもそういった現象は観察されていない。ありがとうございます。